東京都の下流側から、品、鶴船玉川橋梁は品、鶴船の橋梁として建設された。現在は横須賀線、湘南新宿ラインの列車が多数を往来する。玉川橋梁は玉川下流に架かる東日本旅客鉄道品、鶴船の鉄道橋である。川口から 12.6km のところにあり、左岸は大田区田園町踏南、 右岸は、川崎市中原区上丸子山農町である。本橋梁は、主に横須賀線、湘南新宿ライン及び相鉄、JR 直通線の列車が通過する。玉川で唯一、新幹線が走っている。本橋梁は、もともとは、東海道本線の貨物専用線のための橋梁として建設された。しかし、1980年に行われた、東海道線。 横須賀線の別線分離化の際に、横須賀線用のルートとして、旅客線化され、横須賀線の電車が走るようになった。また、2001年からは、湘南新宿ラインが、2019年11月からは、総鉄、JR 直通線が開設され、同線の列車も走っている。SM 分離後は品、鶴線と共に、横須賀線の一部と認識されている。 錯覚しがちだが、トラス構造は品、鶴線のモノフランジは、無償版、無動商本橋梁は、東海道新幹線の橋梁であり、新幹線が通過する。東海道新幹線が品、鶴線に沿って建設されたため、ここでも横須賀線に隣接している。玉川で唯一新幹線が走っている。なお、国土交通省には、 新幹線橋梁と登録されているようであるが、橋梁の柱には、玉川 B の表記がある。橋梁から武蔵小杉駅にかけて急カーブがあり、新幹線も減速を強いられる。ありがとうございます。